痩せるお茶おすすめ3選無印良品編をお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、あなたが普段飲んでいるお茶をあるお茶に変えることで、美味しく飲みながら綺麗にダイエット痩せることができるんですね。で、私がもう厳選して選んだおすすめ3選のお茶を今からお伝えしてまいりますので、ぜひ最後までご覧くださいね。それでは本題に入っていきましょう。ポイントです。ノンカフェインであることなんですね。それはなぜか、その理由はこちら。あなたの腸や肝臓をその元気にすることがポイント、イコールノンカフェインが必要ですということなんですね。普段飲まれていらっしゃる飲み物、どのようなもの飲まれていらっしゃいますか？例えばもうキンキンに冷えたものですとか、お砂糖がたっぷり入っていたりとかですね、こうカフェイン系の飲み物をこうたくさん大量に飲んでしまっては、あなたの腸や肝臓がですね、もうとっても負担をかけてしまうことになるんですね。で、結果じゃあどういうことが起こるかと言いますと、あなたの腸や肝臓が弱った状態であれば、あなたがいくらその食事制限を頑張ったとしても、もうどんなに毎日ですね運動を頑張ったとしても、長期的に痩せることはできません。逆に言えば、あなたの腸や肝臓が生き生きと元気にいつも動いてくれていれば、あなたは自然と痩せ体質へと生まれ変わることができるんですね。さあ、それでは今から事例として、いよいよおすすめのお茶3選一つずつお伝えしていきたいと思います。ではまず1つ目、こちらです。見えますでしょうか。無印良品さんの有機ルイボスティーです。で、こちらはですね、もちろんノンカフェインで水出し用となってますが、裏を見るとですね、別にその熱湯で作っても OK です。 できればその冷たすぎるお茶よりは常温か、やはり温かい飲み物で腸や肝臓に負担をかけないようにしていただきたいと思います。で、こちらはですね、南アフリカでこう古くから飲まれているお茶なんですね。で、私も毎日飲んでます。すごく好きなんですよ。なんとかこう渋み、本当にここは渋みがないんですね。お茶独特のうわってこう渋みがなくって、本当にこう香りも好きなんです。で、すごく飲みやすいので、お子様たちにでもですね、おすすめなんですね。本当に大人からお子様、子供たちも飲めると思うんですね。で、こちら裏を見てみたら、原材料名がもちろん無添加でノンカフェイン、有機ルイボスティーなんです。で、これが美味しい入れ方として、この1パックでですね、なんと1リットルも作れるんですね。で、このまま冷蔵庫で3時間そのままその出しておかれると、素材そのものの旨味が味わえるんですけれども、先ほどお伝えしましたように熱湯であれば約10分間ぐらいですね、このティーバッグをそのまま放置しておかれて、10分経ったら取り出したら飲み頃ということなんですね。で、このルイボスティーなんですけれども、ちょっとこちらご覧くださいね。こちら外します。このルイボスティーがなぜ痩せるのかということなんですけれども、飲みやすいお茶プラスですね、もうあなたの脂肪をどんどん燃焼する力があります。で、プラス酵素の力で、その善玉菌、あなたの腸内にいる、痩せ菌と呼ばれるこの菌が増やすことができるんですよね。で、また非ヘム鉄、これ植物性由来の、鉄分のことなんですけれども、鉄分も入ってますから、私たち女性は特にやっぱり貧血の方多いですよね。貧血ですと、もういろんなさまざまな体調不良が出ますから、ぜひルイボスティーを飲みながら、鉄分も補給できる。で、プラスデトックス効果もありますから、もうこれだけ並べてもダイエット向けのお茶っていうのがね、お分かりになると思います。で、プラス美味しくて飲みやすいんですね。では、1つ目のルイボスティーのお話はここまで。では次、2つ目いきましょう。こちらです。こちら、水出しの国産大豆の黒豆茶です。もちろんノンカフェインなんですね。で、これは嬉しいのが、
北海道産の黒豆を使ってくださってるんですね。もう本当ありがとうございますですよね。嬉しいです。でまた甘みもあって、もうこれ私飲むとですね、もうとにかくあの香り、ものすごく香ばしい香りがねするんですね。もうすごく大好き、もうこれも大好きなお茶の一つです。でこちら原材料名は、まあ、黒大豆かっこ北海道だけなんですよ。で美味しい入れ方はあの先ほどと同じですね。1袋に対して常温のお水1リットルで、そのまま冷蔵庫で3時間保存、たった飲み頃で、プラスこれもちゃんとネットでも作ってよろしいんですよということです。ですから冷たすぎる飲み物ばっかりではなくて、温かいものっていうお話もこれも丸なんですね。ではこの黒豆茶のお話です。ちょっとこちらご覧くださいね。黒豆茶もその黒という言葉とそのアントシアニンがね豊富に入ってますから、あなたのその肝臓が元気になるわけですね。その肝臓で行われるその糖代謝、要はその糖質、まあ、カットとか糖質ダイエット、オフカダイエットとかあると思うんですけれども、そういった取ってしまった糖質を代謝してくれる力が上がるわけですから、もうこれは嬉しい効果ですよね。では2つ目、カリウムも豊富なんです。この時期あの結構クーラー、冷房で体が冷えてむくみがあったりですとか、もしくは普段から立ち仕事であったり、まあ、座り仕事ずっとパソコンですとかね、いらっしゃると思うんですね。そういった方々やっぱりね、足むくみませんか？もうむくむと辛いんですよね。でその時に例えば職場とかそういった、まあ、ご自宅でもいいんですけれども、この黒豆茶をできれば温かいように、無理では常温、せめて常温で飲まれるとむくみが改善されますから、もう本当にね夕方になっても楽になってくると思います。ぜひむくみがある方は黒豆茶飲んでみてくださいね。おすすめです。さあそれではいよいよラストになりました。最後です。3つ目、私が選びましたのはこちらです。はい、水出しのハト麦&レモングラスです。もちろんノンカフェイン。こちら実はですね、まあ、お題には載っていないんですけど、大麦も入ってます。ルイボスティーも入ってるんですね。もういいところ、いいとこ取りのお茶なんですけれども、でこれはあのいいのはレモングラスというハーブが入ることで、こう爽やかに飲みやすいお茶なんですよ。でこうリラックス効果もありますから、こうイライラとかした時にはですね、ぜひこのハト麦&レモングラスを飲んでみてください。でこちらも同じです。この1袋に対して常温のお水1リットルで、そのまま冷蔵庫で保存して3時間経った飲み頃ですよ。あったかいタイプでも大丈夫です。でこちらハト麦が入っているのがねポイントなんですね。ちょっと一緒に見てみましょう。ハト麦茶が持つ効果もねすごいんですよ。ダイエットのこれはあのビタミン B2 が豊富に入っているんですよね。でこのビタミン B2 があなたの体の中に何をしてくれるかと言いますと、食べたもの、糖質であったり脂質、まあそうね、まあ、お米だとかお肉系だとかですよ、まあ、タンパク質、そういったさまざまなものをドーンとこう代謝を上げてこうエネルギーとしてすぐに変えてくれる力、助けてくれるわけですから、まあ、ちょっと食べ過ぎてしまったな、あもう美味しくて食べ過ぎたっていう時はこのハト麦茶を飲んでいただくと、食べたものがどんどん代謝するその組み合わせがですねもうベストなわけですから、ぜひぜひ、まあ、特に食べ過ぎる時はハト麦茶飲んでみてくださいね。でプラスルイボスティーと同じで鉄分も取れますから、もうぜひこのハト麦を飲んで鉄分も取っていただきたいなと思いますし、最後です、食物繊維もですね取れてしまうんですよ。いいですよね、飲み物で取れるって本当にありがたいですよね。やっぱり食べるとなるとなかなか難しいと思うんですけども、お茶でも取れる。でこの食物繊維を取ることであなたの腸内環境が整って、結果デトックスができて善玉菌の餌となっても元気に元気になるわけですから、どんどん痩せ体質になることができるんです。さあいかがだったでしょうか。ではこの動画のまとめです。あなたが普段飲んでいるお茶を今お伝えしたお茶3選に置き換えていただくことだけ
でいいんです。そのことであなたは腸内環境が整ったり、肝臓が元気になったり、その結果痩せ体質へと生まれ変わることができますから、ダイエットすることができるんですよ、というお話でした。さあ、いかがだったでしょうか。この動画ではこのようにさまざまな腸活法や健康法をお伝えしていくことで、女性の方が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし、嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。